中学受験どっちがどっち。このカールって、はい、薄味とチーズって関西しか売ってないんですよ、はい、今。あ、そうですね。チェタイ先生、今日のどっちは。夏休み中に第一志望校の過去問を解いたらひどい点なんだけど、どうしたらいいの、どっちがどっち。ちょっと長めでした過去問をまあ解き始める時期っていうのって、はい、まあ、いろんな考え方があって、はい、我々の考え方としては、まあ、どこかで、うん、まあ、取ったかもしれませんけど、そうですね、まあ、大体がまあ夏休みが終わって、うん、まあ、力もついてきたっていうタイミングで秋以降に解きましょうっていうことがまあ基本的な考え方、はい、なんですけれども、で、まあ、あの人によってはね、うん、もう早い時期に解いちゃう、うん、まあ、6年生の頭からもうバンバン解きましょうって言ったりする人もいたり、うん、まあ、実際その合格体験記とかで、まあ、そういうのを書いてる人とかもいたりするんで、うん、まあ、いろんな考え方あると思うんですけれども、まあ、一般的に言うと、まあ、この夏休み中に解くのはまあちょっと早いかな、うん、というか、まあ、そう簡単には解けませんよねっていうタイミングではありますね、うん、はい、うん、まあ、とはいえ、まあ、あの夏休みの勉強にまあメリハリをつけるというか、うん、あのまあ、子供が引き締まっていないような感じだったら、君の目指している学校っていうのはこういう問題を出すんですよっていうのを見せて、うん、ピリッとさせようとか、うんうん、または、まあ、塾によってはですね、その第一志望校の冠模試、はい、名前を冠した模試とかがあったりして、はい、まあ、そのための練習に、まあ、ちょっと解いてみようとか、うんうんうん、いうようなことで、まあ、過去問を、まあ、ちょっと解いたりする機会っていうのはあるんですね、うんうん、まあ、そうすると、まあ、今冒頭に話したような事態が起こってですね、はいはい、どうしようっていうふうになるっていうことはあるんですよね。そうですね、まあ、それでよくそのひどい点数を取ったってことで、まあ、保護者の方とかからすごい、あの、これ大丈夫かみたいな感じで、これ本当に間に合うのかみたいな、すごい怖いなことがあることがよくありますよね。だから緊急の電話入ったみたいな感じで、そうですね、聞いたら、先生3割しか取れないんですとか、うん、先生2割切っちゃいましたとか、はい、いうケースではまあありますよね。ありますね。で、まあ、あの大体我々がでもあの過去問解いてくださいと、うん、でまあ、それなりに難しい問題の学校だったら、うん、でもあの点数は気にしないでくださいと、うん、まあ、3割とか4割って最初は取るもんですからと、うん、いうふうにして、まあ、前もって言っておくんですけども、うん、でもやっぱり実際、まあ、合格ラインが6割ちょいとかの問題で3割とかだったら半分しかないのに通るんですかみたいな話にやっぱりなっちゃうんですね、うん、で、まあ、あのこの時期に、まあ、例えば先ほどの例で、名前を冠した模試、まあ、例えば7中予想模試とかあったりしたら、タイミング的にはどう考えても7の問題が解けるタイミングじゃないので、はい、合格する子でもですね、うん、だから、まあ、あのそれでいい点が取る必要っていうのはまあないんですね、うん、だから、まあ、その模試の問題を例えば、うん、夏休みだから本番まで半年あるから、うん、ちょっと簡単めに作りましょうっていう模試である場合もあるんですけども、うん、はい、まあ、それって実は直前に解き直すときにちょっと簡単な問題になっちゃうと、うん、いうことになるので、夏休みといえども入試と同じレベルの問題にしましょうというふうな、まあ、考え方で作ってる模試とかもあるんですね、うん、まあ、これ直前に見直すとちょうどいいわっていう感じで、うん、はい、で、まあ、そういうので悪い点っていうのは、まあ、取ってしまうのは、まあ、ある意味仕方がない、うん、とは思うんですね、うん、でもまあだから悪い点取ったからといって、うん、まあ、それを漫然と点数だけ見て終わりにするのはダメで、うん、まあ、それをもとに、まあ、自分の弱点というのは一体どこにあるのか、うん、自分が弱い分野はあるのか、果たしてあるのか、うん、はい、または自分が弱い、問題の聞かれ方とかですね、うん、あるのか、うん、または時間配分がちゃんとできたのかとか、うん、はい、まあ、いろんなあのチェックポイントっていうのがあって、はい、まあ、そのために使ってくれれば、まあ、点数自体は気にしなくてもいい、うんうん、だから過去問を解くときもですね、うん、実際その点数も、まあ、ある程度重要ではありますけれども、うん、まあ、それから何を得るかの方が重要なので、うん、その悪い点を取ったことで子供がうわダメだっていうことで今までヘラヘラしてた子がピリッとしたっていうのであれば、まあ、それはとてもいいことですよね、うんうん、で、まあ、あの変にあのでも自信を失ってね、もう僕ダメだとかで言い出すとこれ問題なので、はい、それはあの対応してちゃんと喋っていろんなことを言ってやらなきゃいけないというケースはありますけれども、うん、得られることっていうのはいっぱいあるんですね、うん、まあ、ただ点数だけを気にするっていうことだけはやっぱり避けなきゃいけないということですよね、うんうん、そうですね。で、まあ、その得点が今自分にとってどういう意味を持っているのかっていうことをまあちゃんと捉えることが大切で、はい、まあ、成績っていうのは、うん、まあ、例えば先行逃げ切りですね、はい、例えば仕上がりが早くて、うん、まあ、例えば意識高くて受験勉強を始めたのがとても早かった、はい、で精神年齢も高くて、うん、まあ、早稲の子とかでですね、うん、成績の伸びはとても早くやってきた、うん、
っていう子で、夏休みまでには、うん、例えば過去問もたくさん解いていって、うんうん、もうこれぐらいの成績、もう、まあ、成績があの例えば偏差値80超えて上がるってことってないので、うん、上がってぐっと上がって、まあ、このまま入試に向けていきましょう、うんうんうん、っていう子が8月を迎えていったっていうのと、勉強そんなに今まで激しくやってこなかったけれども、うんまあ、夏休みだっていうことで、うんまあ、頑張ったと、うん、いうことで成績が伸び基調にある、うんうん、この、まあ、こういう最初から上にいる子と伸びつつある子の8月での段階での成績ということになっているケースがあるので、うんまあ、この時系列とともに今の成績を捉えるということが大切ですよね、うんうん、ですから、まあ、実はですね、うん、早く仕上がっている子はそこからの伸びっていうのはそれほど期待できないので、うん後半伸びてくる子に追いつかれる感覚で実は、逆にですね焦っちゃうことってあるんですね、うんうん逆に言うと今から伸びている子、うん、今悪かったけれども例えば1ヶ月後ぐらいに受けたら成績上がっている、うん、また1ヶ月後に受けたらまた上がっているということで、うんトレンドが上昇気味だってことが感じられるケースであるわけですよね、うんそういう場合今の成績が悪いことっていうのは実はそれほど気にすることじゃないというふうになるので今ここを切り取って悪いからといって、まあ、心配すぎることもないし喜びすぎることもまだ逆に良くないと、うんうん、いうことは言えると思いますね、うん、トレンドを見ないといけないとそういうことですよね、うんまあ、だから、まあ、もちろん勉強の計画ってこう長期のスパン、まあ、短期的に組むこともありますけれども、うん、長期的にもちろん見ていって、うんこういうふうな伸びが期待できるからこのタイミングでこれをやっていきましょう、うん、このタイミングでこれをやっていきましょう、うん、ってやっていくわけなので、うんまあ、その計画自体がもともとちゃんときっちり組まれていたのであれば、はいこの今受けた、過去問、うん、勉強した過去問が、うんまあ、想定からどれぐらいずれているのか、うんまあ、想定よりいいのか悪いのか、うん想定したより受け方がうまいのか受け方が下手なのかとか、うん、いろんなケースが考えられますから、うんそれでまあ想定からずれてたのであれば計画をちょっと修正する、うん、それは必要かもしれませんけど、うんまあ、想定通りの得点であるならば、うん点の取り方とか得点自体であるならば、うんそれ全然計画間違ってないですから、うんちゃんと計画通り進んでるねっていうことで、うん着実にその計画通り進めていくと、うん、いうことをすれば、合格が近づくということになると言えますよね、うんうんうんまあ、こういう話してもいや本当なのって思われる人もいらっしゃると思うのでう、はい、なのであの、うん、実際具体例として言っても、まあ、過去の生徒でもですね、うん、このタイミングで3割ぐらいしか取れない子、うん、もう普通に灘中通っていってますね関西の子の場合は、うん、まず灘っていうわけですけど、うんまあ、通っていく子って多いです、うんはい、で関東でもね、うんこの時期ぐらい、うん例えば渋幕の過去問とか、うんはい、1割ぐらいの子いましたよねそうですねさすがに1割はビビりましたけどそうです、はい、でも結局あのその子渋幕も通って回線も通りましたよね、うん、あそうですね、はい、その後どんどん伸びていって、うんはい、あのもうちゃんと合格点を取れるようになっていきましたね、うんうん、だからまあ本当に、まあ、今は2つぐらいしか言ってませんけども、うんまあ、そんなに心配するようなものでもない、うん、そうですということですね、うんまあ、むしろまあまあ、その間のまあ勉強の姿勢とかね、うん、そういうことがちゃんとできてなければ心配ですけれども、うんまあ、いつもよく言ってることなんですけど、うん、模試だとか、まあ、過去問でもそうですけど、うん、得点自体を気にするということよりも、まあ、それから何を得るのかということが大切なので、うんまあ、そこにまあ意識を集中してですね勉強していくということがまあ大切というふうに言っていいでしょうね。そうですね。ということですので、まあ、特に、第一志望の過去問とかで、はい点数が振るわないとですね、うん、ついつい心配になってしまうものなんですけれども、うんうんそれで、今まで立ててきた計画を大幅に崩してしまう、うん心配によって勉強のスケジュールが狂ってしまう、うんうん、調子が狂ってしまうってことは合格にとって、プラスになりませんので、うん冷静に受け止めてですね、これから先の勉強につなげていってほしいというふうに思います。そうですね。今日はここまでです。